よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。では、会社紹介をお願いします。はい。会社名はですね、エンライズコーポレーションと言い,いまして、2012年の8月に設立し、今約8年というふうになります。社員数はだいたい200名弱ぐらい。200人のほとんどが全員エンジニアの会社です。まあ、ミッション今ここにない未来を作る。えー、ビジョンかけ× i c t ×グローカル。 えー、ビジョンのちょっと説明させていただくと、真ん中にですね、ICT、情報通信技術という意味合いなんですが、IT を入れ、えー、グローカルというのは、グローバルとローカルの造語、日本全国、えー、グローバルに向けて、えー、進出していくと、事業展開していくという思いを持って、で、〇〇は、まあ、みんなで、えー、この〇〇を探していこうぜという思いを持ってやっています。でエンライズコーポレーションの社名の由来なんですけども、 あの、縁という言葉に非常に思いを持ってまして、最初はですね、お金の縁をライズする、ビジネスを成長させるぞという思いで、え、縁ライズというのを作ったんですが、まあ、結果だけよりもそのプロセスを大切にしようということで、人との縁とか応援の縁という、その結果、お金の縁に変えていくという、この3つの縁でやってたんですけども、この1年ですね、新たにエンジニアの縁、イングリッシュ、 エンジョイ。この三つを作ったんですが、まあこれからさらにですね、また増えていく可能性を持っているということです。事業としてはですね、今3事業7サービスをやっています。まず一つ目ですね、エンジニアがお客さんのところに技術支援しに行く派遣的なモデルと、あとは請負い型のモデルが一つ目。二つ目、これも技術支援なんですが、先ほどのとは違ってですね、日本全国の中小企業さん向け の EX 導入支援とといいっったことをやっている事業で、3つ目にですね、え、IT 企業向けの採用支援、育成支援という事業をやっています。あとはですね、え、IT エンジニアのその資格取得を応援するという学習のプラットフォームを作って、え、今やっている事業。で、 あと、日本全国でこれから展開していくにあたって、今、東北仙台にですね、東北最大級の、えー、とインキュベーションオフィスということで、シェアウェイスコーワーキングスペースを今、運営をしています。次にですね、ウェブの受託開発をやってたんですが、自社サービスを作ろうということで、名刺を作るサービスを展開してまして、名刺を作るサービスだけで言うと、今、日本全国3番手ぐらいのサービスに今なっている。あとはですね、 ウェブを作るということで EC サイトとかも作ってたんですけども、ちょっと特徴をしをして何でもかんでもやるんではなくて、採用に関わるウェブサイトを作る専門というようなチームを作って今やっている事業。あとは、まあ海外に向けて、えー、これからなんですけども、まあやはりその英語,語ということがネックになりますので、えー、フィリピン、セブ島に今事業展開をして、えー、これからアジアに向けて、 えー、まあ、欧米に向けて、まず一つの最初のステップとしてフィリピンで始めるということで今やっていると。はい。そして今後のビジネス展開についてお聞かせいただければと思います。はい。私たち今いろんな事業をやってるように見えるんですが、一つこだわりがありまして、IT 人材の市場に対して、えー、いろんな事業展開をするということを考えてまして、私たちは自分たちのグループにいるエンジニアの社員、 ま、それに取り巻く、いろんな職種の人。あとはこの IT 業界全体に、あの IT 人材をどんどん排出していくっていう、どちらかというと人軸で結構考えた事業展開をしてまして。なので IT エンジニアを育成するアカデミー、学校だとか、の e-learning のプラットフォームだとか、あとエンジニアリングとして、大企業だけじゃなくて日本全国のやはり企業さんに向けたエンジニアの活用っていうことを中心に今事業展開をしていると。で、 うちの特徴としてですね、今200人弱いるエンジニアの、えー、ほぼ大半が全くのゼロから育ててきたエンジニアたちになります。で、その割合として、もう一つ特徴的なのが、4割ぐらいが女性のエンジニア、というふうになりますと。まあ、こういったような IT 人材をどんどん増やしていくと。まあ、自分たちの会社だけじゃなくて、この業界全体に IT エンジニアをどんどん増やしていくという思いで、 え、やってるんですが、あとはその人たちが技術を用いて活躍できるようなプラットフォーム作りをしたいなということでグループ会社戦略を持って今、こう、事業部を事業会社として展開しつつあるというような今、計画で進めているところです。ちなみに、あの、エンジニア育成の部分で、あの、女性が4割って結構多いなといったイメージなんですけども、これって何かこう、理由などあるんでしょうか日本全国で、 えー、IT エンジニアになりませんかというセミナーを、ーまあ、この8年前からスタートして、結構今に至るんですけども、結構やはり女性の参加が多くてですね、まあ、手に職をつけようという、まあ、将来このずっと3年、5年、10年やっていけば、やっぱり価値が上がる仕事って何だろうってやはり考えてる人たち、なんか非常に女性が多かったんですよね。 ええ、まあ女性のそのライフプランを考えたときに、年齢でとって変わられないような仕事、価値がどんどん出ていく仕事って何だろうと考える人たちが非常に多かった。あーうん、それがやはり女性が、あのうちの会社に入社増えてきた理由かなというふうに思います。 先ほど、アゴーさん、インキュベーション運営も行われているとのことだったんですけども、今後、企業だったり、新事業の、えー、立ち上げだったりとか、そういったこうイノベーションを起こしていきたい人々にこう何か応援メッセージをいただければなと思います。そうですね。結構、今、あの、スタートアップの人たちに、あの、メンターすることって結構多いんですけども、あとは、ま、少しずつ、まあ、エンジェルで今、投資を始めてるんですが、まあ、皆さん、非常に、 思いも強いし、まあ、優秀なやっぱり人たちが多いなというふうに思ってて、まあ、優秀というのは多分経験ではなくて、非常にその主体的であったりだとか、あの、本当にこれを成し遂げるんだという、やっぱりそういった意志、まあ、ここら辺がですね、僕の中では優秀だなというふうに思うんですけども、あの、一つだけ、一つ二つちょっとアドバイスでえ言ってることがありまして、まあ、自分の目標にまっすぐ、 あの向かっていくっていうのは、まあ、当然のこととして必要なことなんですけどもその中で結構やっぱりつまずくことって多いと思うんですねなかなか自分の思い通りにいかないとか、まあ、そういった時きに、まあ、道草したりだとか、まあ、ちょっとした無駄遣いをしたりだとかっていうのもちょっとそういった心の余裕を持つのも必要かなと思って、まあ、その、まあ、道,草した道草したその途中になんかハッとする気づきがあったりだとか、まあ、出会いがあったりだとか まあそういったこともありますので、うん、そういったちょっとした心の余裕みたいなものも持ちながら、うん、ちょっと遊び心も持ちながらまあやっていくというのが、な,なんか長続きする必訣かなというふうに思います。はい。